ビニー・ムーアはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ギタリスト、ソングライター。主に HR、HM 系の分野においてソロで活動するギタリストの一人。また、アリス・クーパーや u o など有名バンドに参加した実績を持つ。他のネオクラシカル系ギタリストの例に漏れず、デビューのきっかけは1980年代においての 新鋭プロデューサーであったマイク・バーニーにテープを送ったことによる。ソロ活動の前段階には、パワーメタルバンド、ビシャス・ルーモアズのファーストアルバムに参加していたが、ギターソロを被せるだけのスタジオミュージシャン的な関わりの在籍である。その後たまたまオファーを受けたペプシコーラーの、米国内向けテレビ CM で超絶ギターソロを披露、全米のチャノマに放映されることになり、 本格デビュー前に、この CM で話題の存在になる。1991年、アリス・クーパーのアルバム、ヘイ・ストーピットで2曲のレコーディングに参加し、クーパーのアメリカツアーにも参加。1996年には、日本のアイドルグループ、スマップのアルバム、スマップ009収録の楽曲、夏が来るで、ギターソロを弾いている。2003年から、ハードロックバンド、UFO に参加。 プレイスタイルは早弾きを中心とするが、他のギタリストとの差別化としてオーソドックスなコードフォームを用いたスイープアルペジオがある。デビュー作はネオクラシカルスタイルであった。特徴としては、モードスケールを視覚的に捉え、フィーリングで展開する手法が挙げられる。使用ギターは、デビュー時の頃は、ナット側にロックを設けないで、ブリッジ側のみのフロイドローズ初期型を搭載し、 フレットボードを軽くえぐったアイバニーズのシグネチャーモデルを使用していたが、その後はフェンダー製やミュージックマン製を愛用。2000年代以降はディーン製のシグネチャーモデルを使用している。アンプは1980年代にラニ、近年はエンゲルを使用。また、レコーディング、ライブなどでもほとんどエフェクターを使わないことでも知られる。スタジオアルバムライブアルバムコンピレーション。 ありがとうございます。